演劇対応は、かつて、新潟県新潟市中央区小町通り12番町にあった映画館。1962年5月2日に開館し、2019年8月22日に閉館した。上映時間は朝9時30分から翌日朝6時30分であり、オールナイト上映を行っていた。公式ウェブサイトは存在しなかった。 入場料金は1995円だった。映劇対応の所在地前身は1919 19年に開館した丸山館であり、昭和戦前には船交館、富士館、銀仙館、新興映画劇場と名称の変動が激しかった。1928年に小林平八郎が監視を務めるコンピラ館が火災で消失すると小林は船交館を買収し、 富士館に改称して嵐勘十郎主演のクラマテングシリーズなどを上映した。この劇場は太平洋戦争後に三劇場と改称し洋画の風切り館となった。1950年には西馬屋島の花月劇場と共同で上映作品案内を発行し始め、その第一号ではイギリス映画赤い靴が特集されている。1 9 5五年の正月には エヴァガードナーとハンフリー・ボガートが共演した、裸足の白爵夫人を上映し、当選者を小畜大船撮影所に招待するクイズを、新潟日報に掲載している。1956年には、邦画の2番館となった。1958年には、新潟日報の映画案内から、三劇場が消えたが、 1959年5月12日から1961年半ばには、ヌードショーの実演を行う劇場として掲載されていた。その後は再び、新潟日報の映画案内に掲載されなくなった。館外に設置された、看板1962年5月2日、3劇場を改装して、演劇太陽が開館した。開館当初の演劇太陽は、 大英作品を上映する二番館であり、初上映作品は、銭形平時鳥物控え美人メ他の三本立だった。やがて洋画の旧作も上映していたが、1964年に、成人映画の専門館となった。1978年時点の代表者は、細川栄。支配人は、佐々木慎那里。1995年時点の代表者は、細川力蔵。 2009年に上越市の高田日活が閉館すると演劇太陽は新潟県で唯一の成人映画館となった。2012年時点で全国の成人映画館は演劇太陽を含めて64館存在していた。映画年間2018年版別冊映画館名簿に演劇太陽の名前は掲載されていない。2019年8月22日に閉館し、 新潟県から成人映画館がなくなった。ありがとうございます。